今日は咳の話をしていきます。花粉症の時期でも、咳や鼻水っていうのは結構多く出てきます。しかしこの時期になってくるとだんだん花粉症っていうのは落ち着いてきて、今度は咳とか鼻水っていうのは少なくなってこないといけない時期なんですけども、ところがこの時期になって咳がなかなか収まらないっていうことはよくあります。それはなぜかというと、咳の作用は基本的に体に入ってきた有害な物質を外に出してあげるっていう作用と、もう一つは背中の問題ですね。背中が例えば固まってしまった時に、咳によってその塊を外して、ロックを外して、いわゆる柔らかくして動きをつけようっていう働きがあるのが、この咳の働きです。しかし長いこと咳が続いてしまったり、あるいはくしゃみが続いてしまうと、どうしても背中が固まってしまって、逆に咳をしてもなかなかこの塊が取れなくなってしまうんです。今日はその咳をどうやったら止まるかっていうので、背骨のストレッチを教えていきます。やり方は簡単です。基本的に、ここのあたりを伸ばすのが一番理想なので、ここが伸びるようにちょっとやっていきます。まあ、普通に立った状態で、首をまず後ろに倒していきます。ぐーっと、そして今度倒し終わったら今度前に普通に倒していきます。これをもう一度上にぐーっと向いて前にします。これを約3回から5回繰り返します。ポイントは首を後ろに向けることですね。後ろに向けて首から背中からをストレッチしてあげるっていうのが一つのポイントです。それが一通り終わったら、次はこの枕を使います。普通の枕でもいいし、バスタオルを丸めたやつでもいいんですけど、これをまあ普通だったら骨盤枕って言って、こっちに垂直にまあこんな風に当てるんですけどね、こう当てるのをあえて今回は背骨に沿って当てていきます。そうすることによって胸が張れるので、すごい呼吸がしやすくなります。それではちょっとやってみます。普通に真ん中にセットしてもらって、この上に寝るだけです。その時に手を開いてもらって、なるべく胸が広がるようにしていきます。これを約 2,3 分間行うことによって、背骨が伸びてきます。以上、このように風邪をひいてもいないのに咳がなかなか収まらない、もう体がすっきりしてるんだけど咳だけは収まらないっていう方は、ぜひこの体操をしてみて、咳が一日でも早く収まるようにしてみましょう。それではまた次回会いましょう。